林忠秀は、江戸時代後期の旗本、普代大名。将軍、徳川家成の長身として若年寄りに進み、和坂井淵藩の初代藩主となった。明和2年、旗本、林忠しの長男として生まれる。天明元年4月、湘南度。天明7年に、第11代将軍に就任した家成の長愛を受けて、古将役を務めた。関西元年、 15位下、では守るに助任。完成8年7月3日に家督を相続する。完成9年2月に、古生取、共和元年には、古障番組頭角、御用、取次見習い、文化元年に、小川御用取次など、数々の幕府養殖を歴任した。文化10年12月に仙国、さらに文政5年3月には3000国を数をされる。 文政8年4月には若年より、勝手がかり、票多奥に任じられ、新たに3000国を加増されて計1万国を領し、大名に列した。天保5年12月に3000国、天保10年3月には、江戸城州地築などの公により5000国を加増され、計1万8000国を領する。しかし、天保十二年一月に、将軍家成が死去すると、第十二代将軍、 家吉や老中、水野忠国の粛清を受け、4月17日に発千国、召し上げ、さらに若年寄りを罷免されて失脚した。同年7月には、老齢を理由に強制隠居となり、家督を次男の中朝日に譲った。高下2年5月8日に死去した。去年81。ありがとうございます。